どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、1月14日時点でのセンチュリオンズ全選手評価ティアリストになっています。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日から始まったチーム2の選手も含めて全てね、評価を行っていきたいと思っております。評価は SS ランクから D ランクまで6段階ありまして、 B ランク以上であれば使ってもいいかなというレベルで、 S ランク以上であれば使いたいレベルかなと思っています。前回のティアリストから特に評価の変更はないですね。まあ高めにつけていたネイマールとかテリエとか、このあたりもまあある程度期待には応えてくれましたし、そこまで上げる下げるっていうのはなかったのかなと思います。今回もね、 D ランクから順番にそれぞれ評価を行っていきます。まず D ランクですね。1人目はケントです。 SBC で作れるカードになっています。身長172センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、脚足が5になっています。能力なんですが、まあ、ペース、アジバラ、ここの数値は非常に優秀なんですけど、それ以外はね、まあ、あんまり高くないというカードになっていると思います。逆足号は当然嬉しいんですが、まあ、ポジション決定力があんまり高くない、冷静さも74というところで、まあ、そこまでね、決定力の高さは感じなかったなというのが率直な感想です。リアクションも低いんで、あんまり食いつきも良くないですし、まあ、加えてね、やっぱ爆発的っていうのがかなり痛くて、せっかくペースが96あるんですけど、裏抜けして、そこからちぎって、まあ、1対1作るってことがなかなかできない選手になっていましたんで、個人的には、まあ別に作らなくてもいいんじゃないかなと思っています。次にロペスです。身長184センチで逆足2のゴールキーパーになっています。能力なんですが、まあそこまで秀でているものは別にないのかなと。ハンドリング、ポジショニングもちょっと微妙ですし、まあちょっとね、スピードが速いのは嬉しいんですが、まあ184センチのゴールキーパーっていう時点で、まあちょっと厳しいかなと思いますし、リーグ1のゴールキーパーといえばね、やっぱドンナルマがいると思うんですけど、そこの牙城を崩す存在ではないのかなと、あえて使う人はいないのかなというところで D ランクにしようと思います。次に C ランクです。まず1人目はラウール・ガルシアです。SBC で登場したカードになっています。身長184センチ、ワークレート、ハイミドで、スキルが4、激足が3になっています。能力なんですが、まあね、何とも言えない感じの能力になっているなというのが率直な感想で、加速タイプが控えめでスプリント速度が80ですと、まあ、この時点で結構厳しいんですけど、攻撃ポジション決定力もまあそこまで高くないと、でドリブル数値もそこまで高くない、なので、まあ、使うとしたら加速タイプをまあ無理やり長いに持っていってストライカー運用することになると思うんですけど、まあ、ちょっとね使ってみたんですが、まあ、いまいち良さが分からんカードだったのかなと思います。高精度アウトカーブ持っているんですけど、まあ、やっぱり決定力が85ということでだいぶ低くて、なおかつ逆足が3なんで、そこまで採用する理由はないのかなというところで C ランクにしようと思います。次にサーレマーカーズです。身長180センチ、ワークレート、ハイハイ、スキル逆足ともに4になっています。右のウィングできるカードですね。能力なんですが、まあ、どこで使うにしてもちょっと難しいなっていうカードになっていると思います。前線で使うにしては決定力が明らかに足りないですし、まあ、とは言ってもね、中盤で使うのにはちょっと厳しい守備の数値ってところで、フィジカルもそこまでないですし、だいぶ使い方が限定的もしくは難しいカードになると思います。使うとしたら3バックの右とかね、そういう形になって、まあ、クロス蹴っていくっていうことになるのかなというところですね。まあ、やっぱり前線で使うんだったら決定力は欲しいなというところです。なので C ランクにしようと思います。ここからは B ランクです。まず1人目がアスパスです。身長176センチ、ワークレート、ハイハイ、スキルが3、逆足が4になっています。能力なんですが、まあ、残念ながらと言いますか、加速タイプが爆発的なんですが、その分ね、しっかりドリブルの小回りが効いていて、なおかつ決定力も95と非常に優秀なカードになっていると思います。まあね、特性も高精度アウトカーブ持っているんで、決定力方面はまあ問題なしというところかなと思います。まあペナ内ではしっかり仕事ができてシュートを決めきるってことはできるカードかなと思いますんで、だいぶ安いと思いますしね、序盤はおすすめできるカードになると思います。次にアスピリクエタです。身長178センチ、ワークレート、ミドハイ、スキルが2、足が4になっています。右サイドバックもできるカードですね。能力なんですが、まあ、リアクション97であったりとか、全体的に守備能力めっちゃ優秀だったりとか、あとは積極性97、非常にいいカードだと思うんですけど、まあ、センターバックなんですが、加速タイプが控えめという時点で、まあ、特に次世代機の方はちょっとネックなカードになるのかなと思います。で、なおかつスプリント速度も80なんで、まあ、いまいち伸びないですと。で、加えて身長が178センチっていうところで、まあそうですね、悪くはない、能力的にはめちゃめちゃいいカードなんですけど、まあもう一歩っていうところかなと。あえて使うかって言われたら、
ちょっとわからんなっていうカードにはなるかなと思います。まあとはいえやっぱりね、このリアクションと積極性の通知、まあ、めちゃめちゃ優秀で気になるんでね、使ってみたら評価が変わるカードかもしれないです。次にベラルディです。身長183センチ、ワークレートミノミド、スキルが合計化しが3になっています。両ウィングできるカードですね。能力なんですが、まあペースからドリブルまで全体的にそつなく80代後半というところで、そこまで使用感が悪くないカードになっているのかなと思います。フィジカルが71なんですけど、身長が183センチありますんで、加速タイプは控えめですということで、まあ、ここから純粋にペース上げてやることもできますし、それなりにね使えるウィング、もしくは、まあ、トップ下の選手とかで使うことができるのかなと思っています。特性もね、華麗な目のカンシャートカード持っていますんで、まあ、それなりに活躍はするのかなと。まあ、ただ冷静さ83というのがちょっと怖いですね。なんで、まあ、ぼちぼち B 評価でいいと思います。次にビラーギです。身長185センチ、ワークレートミドミド、スキル結果しともり3になっています。能力なんですが、身長はね185センチしっかりありつつ、守備能力が非常に高いということで、かなりねカバー範囲が広くボールが取れる選手なんじゃないかなと思います。ドリブルの数値も結構高いですし、リアクションの冷静さも高いんで、まあ結構ね働いてくれそうな感想ですね。ただまあワークレートがミドミドっていうところと、まあ加速タイプが控えめ、なおかつペースがね、まぁ、ちょっと足らんかなと。ここをしっかりガッツリ上げてやらないといけないという視点で、まぁ、ちょっときついカードではあるかなと思うんですけど、まぁ、手折れなんですとかね、高くて使えないよって方には、まぁ、一回使ってみてもいいかなっていうカードになっていると思います。次にカラブリアです。身長177センチ、ワークレート、ハイハイ、スキル100足ともに3になっています。能力なんですが、今紹介したビラーギとね、結構似ていると思うんですけど、まぁ、ペースが90切っていて、守備がかなり高いと。でドリブルも悪くないっていうカードになっています。まあビラーギに比べてフィジカルがねだいぶ低くて72っていうところで、ここは若干気になるかなというところではあるんですけど、まあワークレートもハイハイですしね、しっかり動けるサイドバックになっていると思います。次にステアーニです。身長186センチ、ワークレート、ハイロー、スキル結果足ともに4になっています。能力なんですが、このカードねレート85なんですけど、ストライカーとしての RPP89 ということで、非常に優秀なカードになっています。決定力はねポジションからシュート力まで90超えていて、フィジカルも96、冷静さも92というところで、まあほぼほぼ間違いないストライカーだろうっていう感想ではありますね。まあもうちょっとねペースが欲しかったなっていうところと、あとコントロールドリブルが若干怪しいなっていうところで、加えてまあ加速タイプがね控えめなので、これがねフィジカルが97だったら評価もう一個上がったかなと思います。やっぱりね控えめと長いだとドリブルのね初速の使用感感覚全然違いますんで、そこがちょっと残念なところかなとは思いますが、このカードもねだいぶ安上がりで非常に優秀なカードになっていると思います。次にタベルニエです。身長182センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、下足が3になっています。能力なんですが、まあ例年通りというか結構強いサイドバックになっている印象です。まあ182センチ、フィジカル86っていう視点でだいぶボールは取れる印象ではありますが、まあペースがね90なんで、ここをがっつり上げてやりたいなと思うんですけど、加速タイプが控えめなので、まあこっちもケアしていかなきゃいけないと。で守備もちょっと微妙ですと。まあ81とかだとね、まあなかなか他のカードに割って入るぐらいめっちゃ強いわけではないっていう感じですね。リアクションも81とちょっと微妙で、使ってみたんですけど結構ね相手の切り返しとかに対応が遅れる印象です。なので例年とは違ってそこまで優先度は高くないカードになっていると思います。まあねこういうマイナーリーグの選手っていうのはやっぱよっぽど強くないとスカッとに入らないんで、ちょっと厳しいのかなと思います。ここからは A ランクです。まず1人目がフレッチですね。身長169センチ、ワークレート、ハイハイ、スキル結果足ともに4になっています。 CM と CDM できるカードですね。能力なんですが、まあ例年のね強いフレッチ帰ってきたぞっていう感じの能力ですね。しっかりペースがあって、ドリブルが高くてシャカシャカしながら、タックルも90でボール取れますということで、優秀なカードになっていると思います。まあ中盤の選手はね結構初速さえあれば、まあ、問題なく取れるかなと思いますんで、まあ、この身長で積極性98で相手にびったりついてタックル90だと、まあ、かなりボールは取れると思います。ただまあ取ってからがね、まあ、ちょっとね視野が83なんで展開するのがちょっと難しかったりとかっていうところはあるのかなとは思います。とはいえ使ってみる価値ありの優秀なカードだと思いますんで、これは A ランクにしようと思います。次にギュンターです。身長184センチ、ワークレート、ハイミド、スキル結果足ともに3になっています。左のサイドバックとウィングできるカードですね。能力なんですが、このカードもね結構フィジカルがしっかりあって強いサイドバックだと思います。184センチあってタックル88、フィジカル87だと、まあ、結構ボール取れると思いますし、
リアクションもね、8中8中優秀なんで、まあ、サイドバックとしては非常に、優れた数値を持っていると思います。アンカーにすればね、加速タイプ長いに持っていけるというところも含めて、まあ、耐震ではかなりの精度を誇るカードになっていると思います。かなりね、これは期待していいと思いますんで、A ランクにしようと思います。次にロイスです。身長180センチ、ワークレート、ハイミド、スキル、激化ともに4になっています。トップ下、右のウィンガーとストライカーもできるカードですね。能力なんですが、まあ、全体的に非常に数値のバランスがいい。端的に言うと強いカードだと思います。スプリント速度がね、82っていうところと、まあ44なのがね、ちょっと残念。ここがね、90だったりとか、まあスキルが5だったりしたら S ランクだったかなと思うんですが、まあそれ以外の数値がね、超高水準でしっかり揃っていますんで、誰が使ってもある程度満足できるカードになっていると思います。特性もね、パワーフリー、高精度アウトカーブしっかり持っていて、決定力も優れていますんで、まあかなりシュートも決めてくれそうな印象ですね。問題なく使えるカードだと思います。これは A ランクでいいと思います。次にデクラン・ライスです。SBC で作れるカードになっています。身長185センチ、ワークレート、ミドハイ、スキル、激化ともに3になっています。能力なんですが、非常に優秀な守備的なミッドフィルダーだという印象です。まあ加速タイプをアンカーにして、加速タイプ長いにすることもできますし、しっかりペースが8周乗っていますんで、まあ中盤で暴れ回りつつ、身長とフィジカル活かしてボール取りつつ、なおかつ展開するということができるので、まあ優秀な中盤の選手だと思います。まあプレミアリーグのね、同じような選手のカゼミロに比べると、シュート力、ロングシュートがやっぱりどうしても低いので、まあそういう意味での攻撃の貢献度は低いんですけど、その分ね、パス精度とか、しっかり高いところ勝ってるところもありますんで、このカードはそれはそれで使う価値はあるカードかなとは思います。ここからは S ランクです。まず一人目がサラーですね。身長175センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、激足が3になっています。能力なんですが、これまでのサラーの単純な上位互換ということで、まあ端的に言うと間違いないカードになっていると思います。ほぼ全ての数値が、まあ攻撃的な数値が90を超えていて、ポジション決定力、リアクション、冷静さ、このあたりが95を超えていると。まあ間違いないカードだと思います。特性もね、華麗な目のこなしが加わりまして、より前線でね、ファーストタッチからかなり勝負仕掛けられるカードになっていますし、誰でも好んで使えるカードだと思います。ただまあ逆足3っていうところだけがね、気になるんで、まあ S ランクにしようと思います。次にベラッティです。身長165センチ、ワークレート、ミドハイ、スキルが4、激足が5になっています。能力なんですが、まあしっかりボールを取ることもできつつ、取ってからできる仕事も非常に多いというカードになっている印象です。まあ加速が92高いんで、まあ相手に対してね、くっついていくってことができますし、リアクション、タックル、あと積極性が高いんでね、まあ相手に近づくのが早くて、近づくのも上手くて、そこからボール取るのも上手いと。いうことで優秀です。で、加えて、まあ、パスとドリブルがね、見ての通りの数値になっていますんで、まあ、運ぶことも、そこからスルーパス蹴ることも簡単にできるということになっています。まあ、フレアパスも持ってるんでね、まあ、多分スルーパスの精度がめっちゃ上がるという特性だと思うんですけど、ここも含めて優秀なカードになっていると思います。まあ、スタミナが86っていうところと、フィジカルが70というところで若干減点はしていますけど、まあ、十分使える非常に優秀なカードだと思います。ということで、最強 SS ランクはイブラヒモビッチです。これまでね、SS ランクってエンバペ、アルオワイラン、ジノラしか置いていなかったんですけど、そこにね、ちょっと含めていきたいなと思っています。身長115センチ、ワークレート、ミドロ、スキルが5、確か4になっています。能力なんですが、まあ、端的に言うと、これで弱かったらもう知らんっていう感じの数値ですね。まあ、身長が195センチあって、ジャンプが92ありますんで、ボールはほぼ収めることができますし、その収めてボールを手に入れてからできる仕事がめちゃめちゃ多いですと。まあ当然自分でシュートも打てるし、視野も高いし、ドリブルもできるということで、まあ間違いなく優秀だと思います。特性もパワフリー、高精度、華麗な目のこなし、パワーヘッド、アウトカーブ、バイシクル持っていますんで、言うことなしっていう感じですね。まあ足腹、あとドリブルの数値、ここがどうなるかちょっと気になるところではあるんですけど、まあ強いでしょう、これは SS ランクでいいと思います。ということで、1月14日時点でのセンチュリオンズ全選手評価ティアリスト、こんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。まあ、A ランク以上がぼちぼち出てきてはいますけどっていう感じのイベントだなっていう感想ですね。まあ、イブラヒモビッチがやっぱり超注目カードで、SS ランクに置いたからには早く使いたいんですけど、まあ、400万はね、ちょっと単純に持っていないんで、まだ手が出せないっていう状況です。早く手に入れて使いたいなと思っています。今後も FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。配信は基本的に Twitch でやっていますので、よければ見に来ていただけると嬉しいなと思っております。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。